怪獣コンピューターチェック。チェックします。名前ドラキュラス、種別吸血怪獣、身長50メートル、重さ24000トン、能力口から毒の煙を吐く。東ヨーロッパ地方で古くから信じられている伝説の中に、死んだ者が再び蘇り夜な夜なさまよい出て他の人間の生き血を吸うという吸血鬼がある。この伝説をもとにして作られた吸血鬼ドラキュラ伯爵の物語は有名であるが、そのドラキュラと同じ名を持つのがこの吸血怪獣ドラキュラスだ。読んで字の通り、他の生物の生き血エネルギーを吸って栄養にしている宇宙の吸血鬼である。地球上に生息する吸血コウモリと非常によく似た姿と能力を持つ怪獣といっても、非常に高度な知能を持ち、宇宙船を開発して他の星へ宇宙旅行をするほどの文明の持ち主なので、立派な宇宙人と言えるだろう。大宇宙のカーミラ惑星から飛んできたドラキュラスの目的は、地球上の全ての女性の血を吸い尽くして皆殺しにし、人類を根絶やしにしてしまおうというものだ。女性の亡骸に乗り移って自由自在に操り、地球人の中に紛れ込んで次々と若い女性をその毒牙にかけていたが、正体を見破られ、ついに新ウルトラマンとの対決となった。ドラキュラスの牙は新ウルトラマンのエネルギーをも吸い取ろうとした。体中に生えている30万本の毛でさえクジラの血を20秒で抜き取ってしまうほどの威力を持つ恐ろしいものなのだ。さすがの新ウルトラマンもあわやというところまで追い詰められたが、昔から吸血鬼は十字架に弱いというのが相場で、ウルトラブレスレットを変形させた十字架型のウルトラクロスが見事命中。のた打ち回ったドラキュラスであったが、さすがの宇宙吸血鬼も灰と消えた。